こんにちは、あやのです。今日も YouTube を見てくださってありがとうございます。今一本動画を撮って、アップロードしてたね。そう、私編集とかしないから撮ってそのままアップロードなんですけど、それしてたらさ、ものすごいなんかあーと思って、これ瞑想しようと思って一瞬ね、ストンと瞑想に入ったんですけど、滝のようにいろんな気づきがあったので、さあうまく言葉にできるかなって感じですけど、動画にトライしています。まず、例えばね、私たち、人っていう状態の私たちと、そういった高次元の存在、いわゆる次元が違うね、人たちの意識やエネルギーと交流してると、まあ私なんてチャネラーですから、そういうことばっかしてるんですけど、とにかくさ、お互いを隔てるものなんて何もないし、愛と調和っていう感覚がさ、こうペラペラなもんじゃなくて、こうだよねっていうのをなんか実感として感じるんですよね。で、それってみんながいわゆるチャネリングができるようになって、そういうエネルギーに対する、なんていうかな、受け皿がわーっと整って、みんなでそうやって高次元にアクセスしていきましょうっていうことは本当にきっかけに過ぎないんだなと思いました。それがゴールになってる人って結構多いと思いますね。スピリチュアルなことに興味を持ち始めると、そういった存在があるんだ、そういったものと交流できるんだって言って、それができるようになるっていうのが自分のゴールになっていく時期っていうのはあると思うんですけど、それきっかけなんですよ。どういうことかっていうと、それをきっかけにして私たちといわゆる同じ状態、人と人、人同士の交流を同じような状態で再構築していく、それが私たちが今この地上に降りてきている大きな共通のテーマだということが、はあそうかと思いました。勝手に、ああそうかってなんか振り出してるけど全然わかんないですっていうね。どういうことか、もうちょっとね、噛み砕いてお話ししたいんですけど、例えばね、私と人、対人の場合だと、そういったエネルギー上のやりとりっていうのは、まあもちろんね、高次元の存在としてるような、感じと似たような状態でできたりするんだけど、やっぱ人同士だから、エゴがね、大変介入してきます。そして、思いっきりくっきりびっちりしたこの物質的状態をとってるからさ、境界線がはっきりしてるから、あなたと私は全く違いますみたいなさ、ところがはっきりしちゃうんですよね。だけど、たとえそうであっても、三次元っていう制約の中であっても、私たちはそういった愛と調和の概念をもとに交流をしたり、そういう関わりを持っていくってことが当たり前としてできるんだっていうことをもう一度思い出す。それをね、みんなで人として地上にやりに来てるんだなと思いましたね。すごくないですか、それって。それがね、できないと思ってるのは、例えば三次元のルールであるとか、そういった常識だとか制約だとかさ、エゴとかさ、そういう恐れ葛藤っていうもんだと思うんですけど、それをね、自分自身にそういうものがあるとか、そういうものに沿って生きてるっていう、それ自体が自分の制約なので、意識さえそこを飛び越えてしまえば、自分と異なる次元のエネルギーと愛でこういうふうに交流ができると、同じように人同士エゴが介入しないような状態でお互いね、分離していても当たり前にそういう交流ができてくるんだなと思いました。もうパラダイスですよね。実際具体的にね、じゃあそれってどういうことなんですかって思うと思います。それって、それこそがそのみんなが違う状態、みんなが違う環境、みんなが違うパーソナリティを持ってるからこそ、何でもできる、どんな状況でもどんな現実も作れるんだっていうふうにつながっていくんだと思いましたね。すごいですよ。どうしよう、それで説明終わりなんだけど。わかるかな。
それをね、しに来てるんだなって思いましたね、私たちの共通。だから、まあ地球で私たちは宇宙的な存在として開かれた視野を持って、この今まで作り上げてきたエゴのね、世界を、宇宙的な、スタンダードによって作り直していくっていう創造と破壊をしに来て、そしてお互いを、そういった、いわゆる高次元の状態の交流を、この三次元上の人っていう形態を取りながらも、行っていく、それを創造していくっていう、そんなタイミングにあるんですね。そのために、バンバンチャネリングできて、こういう感覚か、こういう感覚で人と交流したらもっと素晴らしいんだっていう、それもありきですよね。で、チャネリングなんかしなくても、話を聞いただけで、私たちはものすごい次元の高い宇宙的な存在だから、そうかっていう一つの概念を聞いただけで、いきなりそれが人同士で、現実としてね、反映できる人も、5万といると思いますね。それも素晴らしいですね。もうね、言いたいこと全部言っちゃったって感じなんですけど、どうでしょうか。当然、それがね、スムーズにいかないっていう人もいると思います。で、そういう人は、恐れがあるんだ、葛藤があるんだ、今までの自分の不安なものがあるんだ、トラウマがあるんだって、いろいろ見えてくると思うんですけど、一番根本に立ち返って、自分ってものすごい宇宙的な存在で、ああいう愛と調和の存在であるっていうベースを思い出せば、ちっちゃなワークをいちいちしなくても全部外れていくし、そこに思い出しただけで自分の内側からものすごいパワーが湧いてくると思います。で、それだけでリカバリーできないようなものを遠隔ヒーリングとか、そういった高次元の存在のサポートとガイドをバンバン下ろして、もうね、加速度的に現実を変えていけるんだなって思いました。それをね、もっともっと現実に反映させましょう。もっともっと人同士、この三次元の地上にも、そういった宇宙的なスタンダードである愛と調和の、関わり合い方を、もっと、現実化できるんですよ。そういったタイミングですよっていうのが、やっぱこのポータルが開いてるね。このライオンズゲートのこのガーンと開いてさ、介入が起きてるってことは、そういったものを気づかせてくれる、私にとってはそういうタイミングでした。やっちゃいますよ。やっちゃいますよというか、3次元だからしょうがないかとか、もう関係ないんですね。こういうさ、形態を取ってる、物質の世界に生きているっていうのは、あくまで、なんだろうな、そういう、設定なだけであって、意識であるとか、自分の本質的なあり方であるとか、振る舞いっていうのは、本当に、いつだって3次元なんか、簡単に、飛び越えていけるんだなと思いますね。そう。一つだけ、じゃあこれに共通してるね、エピソードを最後小話としてお話しして終わりにしたいんですけど、この前ね、朝娘を保育園に送っていく前に、氏神様ですね、産砂様、この土地の神様に朝ね、神社行ってね、こうやって手を合わせたんですよ。で、なんだか娘子はなんかすごく時間が長いなと思って、隣で私終わってさ、こうやって見てたんですよね。そしたらさ、ペコってお辞儀を最後さ、ね、して、こっち向いたら、なんか涙出るとか言って、もうキラキラした目して、あへとかって言ってるんですって。どうしたのって言って、なんでそういうね、涙が出るような気持ちになったのって言ったら、わかんないけど、なんか涙が出るって言うんですよ。彼女は本当に、言葉で理解しなくても、そういった、土地のエネルギーと交流して、本当に愛そのものっていうのを感じたんだなと思ったんです、それを見て。で、そんな状態にある娘を見て、私も心が震えたし、心から愛しいなと思ったんですよ。で、言葉にしなくても、まあその時ギュッてしたりしたけど、いわゆるそういった感覚ですね。この三次元の愛とかなんとかっていう、よくわかんない、説明しきれないようなさ、そういう堅苦しい概念じゃなくて、感じる、そういう心が震えるっていう素晴らしい愛と調和の状態を体験することによって、私と娘だってね、今のシチュエーションは。だけど、人同士で、それをお互い持ち寄ったら、本当に愛おしい。この分離してる私たち、その存在、一人一人が本当に愛おしい。私そんな風に思う。素晴らしくないですか？お花畑かな？
お花畑結構ですよね。もう、花を咲かせていったらいいじゃんって思いませんかね。そうこう言いながらさ、わーって気づいた後にさ、またね、どんとさ、落ちちゃうかもしれないけど、もうそんな全然心配ないな。なんか、そんな風に私、腑に落ちたので、ほやほやのこの気持ちをこの動画に残します。そして、それを皆さんと共有したいと思います。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。